Welcome to ThinkTech Hawaii. こんにちは、ハワイ。A Japanese language broadcast streaming live from downtown Honolulu and available on YouTube. I'm Yukari Kunisue, and joining me today in the studio is Ms. Chikako Asai, or DJ Chikapin-san, who is very popular as DJ of Japanese J Morning and Aloha Weekend.She shares her story as DJ of Japanese language shows in Hawaii. 皆さん、こんにちは。ホノルルのダウンタウンから ThinkTech Hawaii が日本語でお届けしています。こんにちは、ハワイ。ホストの国瀬ゆかりです。今日の放送は、コーラル Q71FM の J モーニング、そして Love FM の番組アロハウィーケンドで、ハワイだけでなく、日本でもリスナーに根強い人気がある DJ チカピンさんこと浅井チカ子さんにスタジオにおいでいただいています。今日はお忙しいところ、そしてベビーシッターさんなどをアレンジしてくださりありがとうございます。いえいえ、お招きくださってありがとうございます、はい、よろしくお願いします。じゃあ午前中に子供をね、はい、ハーフタイムのプリスクールに送って、はい、でそのプリスクールのママが、はい、ゆかり先生のヨガのレッスンを受けているということで、はい、まゆちゃん見てますかそのまゆちゃんがね、その生徒さんに、はい、ハワイ版徹子の部屋に出るのね、頑張ってねって応援されてきましたわあ、ハワイアン徹子のになってしまいましたはい、ちょっと年齢以外はあんまり似てないんですけれどね。何をおっしゃいますやら、はい、とっても綺麗、はい、それでですね、はい、もう最初からプロに押されてしまっていますそんなことない。チカピンさんというお名前、はい、はいはい、チカ子さんだからチカっていうところは分かるんですけど、はい、そのピンっていうのはどこから来たんですか。なんだって思いますよね。もともとは、うん、私のおじが、うん、つけてくれた小さい頃のニックネームだったんですね、はい、で、はい、DJ 的な仕事をやるようになってから、うん、こう DJ 浅井チカ子というのがちょっとなんか恥ずかしい気がして、はい、じゃあニックネームつけちゃえ、チカピンって。なるほど、はいはい、でもまさかね40超えてチカピンって言われるようになるとは思ってませんでしたね。言ってるんですけれど超えてない、超えてない、見たところは、はい、もう永遠ので、ずっとそのラジオの、まあ、しゃべりのお仕事、はい、DJ のお仕事を日本からしてきていらしたんですね、はい、そうですね、はい、日本ではもともとはラジオのレポーターからキャリアをスタートしていて、はい、で、日本は名古屋出身なんですけれども、はいはい、名古屋のタレント事務所に所属をして、うん、まあラジオレポーターからスタートしてからキャスターだったり、はい、あとはスノーパークの DJ だったりイベントだったり、はい、いろんな仕事をさせていただいていて、日本でもともとそういう素養があって、はい、経験もあって、それがどんな具合でハワイに来ちゃったんですか、はい、これはまた、はい、全く違う形だったんですけれども、うん、当時は、うん、まずうちの姉がですね、はい、ハワイにファミリーで移住していたんですね、はいはいはい、私の、まあ、ご家族がもう来ていらっしゃった。そうです、義理の兄が、はい、ワイキキでちょっとしたお店をやっていて、まあ、ビジネスのために来ていたんですけれども、はいはいはい、その時に、うん、英語を喋れるようになりたいっていうのはずっと夢だったと思っていて、はい、それをチャンスにまずは転がり込んで留学したのがきっかけだったんです、はいはい、居候になった。そうです、はい、そうですで半年過ごしてからこれだけでは足りないと、はい、であとはもう一つ叶えたい夢だなって思っていたのが、はい、その日本で喋りの仕事というののこう限界を感じたところがあって、うん、だったらいくつか友達に対してこう結婚式の二次会のパーティーのプロデュースをしたことがあったんです、はい、でそれで好評を得たから、はい、ハワイといえばウェディングの場所である、ですよね、でしたら、はい、ハワイで英語も学んで、うん、じゃあウェディングプロデュースもちょっと学んでみようと、パーティープロデュースになるのかな、ウェディングのプロデュースよりはパーティーのプロデュースかもしれませんけれど、はい、でそれを持ち帰って、うん、日本でビジネスができないのかなって、そしたら自分で喋る場を自分で作れるなっていうふうに思ったのもきっかけ で、はい、なのでそれをこう胸にこっちに来たので、はい、あまりハワイで喋る仕事を、はい、直接的に行うという考えてらっしゃらないの最初はね、はい、じゃあどうやってハワイでの仕事が見つかっちゃったんですか。それはですね、はい、まあ、結果的に紆余曲折あって、うん、はい、まあ、今の主人に巡り合いまして、はい、で結婚してから、はい、まあ、グリーンカードのプロセスの中でワークパーミットっていうのが取れますよね、うん、はい、でそれが取れた時に、うん、ウェディングの勉強もしていたし、うん、じゃあウェディングかなって思った時にふっとよくよく考えて、はい、自分しかできない日本とハワイの架け橋になれるようなことって、うん、他にもひょっとしたらあるかもしれないってちょっと立ち止まって考えたんですよね。なるほど。でその時に、はい、じゃあ日本でやっていた喋りの仕事というのをこっちで、うん、もしやらせていただくことができる、あるいはお役に立てるなら、うん、と思って調べた時に、うん、
ツイッターに、うん、はい、オアフ在住の日本語で DJ ができる方を探していますって募集、はいはい、これ私のことだろうと思って応募したのがまずきっかけで、それがあのラブ FM のアロハウィークエンドという番組だったんですけれども、でそれはどんな番組だったんですか、ハワイにいるのに、はいはい、日本に、はい、そうです、こちらでもすべてインタビューだったり、はい、録音だったり、うん、すべてを終えて日本サイドに送って、はい、その福岡エリアの人にラブ FM を通して届ける、はい、プラス、はい、あとその番組をハワイの人にも聞いていただくっていう、まあ、両方のコンセプトでやってる番組だったんですけど、なるほど、はい、ということはここでもう録音をしてしまって、うん、そうです、でそれがハワイにいる人も日本にいる方も、うん、聞けると、そうです、そうです、日本では全国で聞ける福岡エリアだけでしたね、福岡地区の方が聞けると、はい、そうです、そうです、じゃあ福岡の方はハワイからの直接のこの情報なんかが聞けたわけですね、あ、この声はハワイから届いてるんだなっていうふうに思っていただきながら、皆さん福岡の方見てらっしゃいますか、いらっしゃいますかDJ チコピンです、アロハ、こういう美女だったんですよ、声だけじゃないんですね、清潔にだけはしてきました、はい、ありがとうございます、それでじゃあそのハワイではハワイ日本のことを少しお話になって、はい、で、福岡面には、はい、なんかハワイのことをするっていう、こう使い分けみたいなのをされてたんですか、その番組そのものは、うん、もうハワイの情報オンリーの番組だったので、うんうん、はい、まあその一つの番組をもうどちらでもオンエアするっていう感じではあったんですけれども、うん、はいはい、ただその番組を通して、はい、あの最終的には、うん、まあ、ハワイで聞いてくださっている、あ、見てくださっている、ごめんなさい、ラジオなんでね、聞いてくださってるっていうふうについちゃうんですけれどもね、はい、あのかつて、はい、2012年から15年までやってました、うん、コーラル 971FM のその J モーニングっていう番組がありましたけど、うん、そこへのきっかけといいますか、うんうん、あのそのスタジオの方で録音してる時に、はい、J-POP の専門 FM ステーションを作ろうと思っているから、はい、DJ やってみないかっていうふうに声をかけていただいて、うん、お話が来たので、うん、まあ日本サイドの、日本サイドじゃないわ、うん、ハワイサイドの方にはその番組を通して、うん、日本のね最新の J-POP を届けるという形、はい、で先ほどの駆け足になる、はい、で自分にしかできないことっておっしゃいましたよね、はい、でそれを続けていらして、はい、どんなこう経験があったんですか、やっぱりそういう、うん、こう視聴者からのはい、リアクションとか、はい、あ、これは私がやっててよかったなみたいな経験っていうのはありますか？そうですね、一言では語れないものですけれど、うん、はい、あのハワイってやっぱりその日本で聞いてくださっているだけじゃなくって、うん、ハワイが大好きな方が日本で聞いてくださっている、はい、だから何度もこちらでイベントをするときに福岡で聞いてましたっていうふうに、こう海を越えてきてくださって、あ、嬉しいですよね、あのお会いできて、はい、握手ができて、はい、ああ、ようこそっていう風に言えたりとかした時に、あ、なんか日常的にこうハワイの風を感じて、そして今本番のこのハワイに来てくださってね、喜んでくださって、そして、はい、あ、この方が声を届けてくれたんだっていう風に私に会ってくれて、ね、喜んでくれてるっていうのはすごくやりがいがあったことでした、うん、あとは、はい、その J モーニングとしてそのハワイの人たちにね、うん、日本の音楽を届けることに関しては、はい、その日本語を話せない、うん、あのリスナーの方に向けてもやっていたバイリンガルの番組だったんです、でローカルの方も聞いてらっしゃったってことですよね、そうです、はい、でそれを通してすごく J-POP がやっぱり好きになった、うん、あるいはオンラインストリーミングを通してメキシコから聞いてるだとか、はい、あとはニューヨークからも聞いてるだとか、ハワイ以外のアメリカの視聴者、はい、それから国際的な視聴者もいたってことですね、そうなんです、オンラインストリーミングを通してね、はい、日本からのリスナーもいてね、一時期本当にオンラインストリーミングは30万人を突破したこともあったんですけど、30万人、もうその方たちにチカピンさんの声が耳に届いていたわけですね、そうでそして、はい、紹介した曲を通して新しい、うん、あのアーティストが好きになったよっていう声が届いたりとかした時は本当に嬉しかったです、ね、それは嬉しいですね、ただ自分が喋っているだけではなくて、そうやっぱ一方通行ではね、例えばそういう音楽の選別っていうんですかね、うん、そういう時も全部やられたんですか、はい、そうですね、選曲は全部、はい、選曲、はい、そのコーレル 971FM Today's Hot J-POP Hits っていう形で全問、長いですよね、はい、あのこの、ステーションで24時間365日、まあ、当時流してたわけですけれども、はい、その1日の何時のこう1時間の1枠っていうのを区切りにして、うん、全てプログラムを行っていたんですね、一曲一曲当てはまるのはね大変膨大な
作業になってしまうので、はい、少しざっくりとしたフォルダー分けというやり方でやってたんですけれども、あ、じゃあこの季節だからこういう曲を、うん、じゃあ1時間の間3回はじゃあクリスマスソングを入れようかだとかで、まあ、例えば12月は、うんうん、じゃあ4月だったら桜の曲を入れようかだったりとかっていう、はいはい、うん、その曲の、ジャンル分けだったりとかのアレンジも、うん、あと曲の仕入れもそうですね、全部私がやってました。じゃあその日本のちょっとジャパニーズカラーみたいなのがあるっていうことですよね。そうですね、やっぱりそう J-POP って、はい、あの日本のメンタリティというか季節感だったり、うん、日本人しかなかなかこう感じ取れないかもしれないような、はいはい、あのなんていうのかな、こう感情だったりとか、うん、そういうのがたくさん含まれているものが多いので、はい、そういうのをぜひシェアしたいなと思って、うん、シェアできたわけですよねと思ってますけど ねどうだったんでしょうね今となっては、あの見てらっしゃる方が何かあのフィードバックをいただけると大変、はい、お願いします、はい、ありがたいです、はいはい、であのこちらできたきっかけはそういうことですが、まあ、こちらでご結婚されて、はいはい、そうですね、で今その DJ は続けてはいらっしゃらないということですよね。そうですね、はい、結婚してからの流れの中でその DJ をね、うん、合計4年間やらせていただいたんですけれども、はい、まあそのコーラル 971FM は、はい、あ、よろしいですか今そのことをお話しして、はい、そう、大丈夫です、コーラル 971FM をあのハワイであるいは日本でもね聞いてくださっていた皆さん、はい、あの突然ね番組が実は終わってしまって、うん、さよならが言えなかったんですね。あ、じゃあ言ってください、この際そう元気にしてます ね、 ね、はい、海が後ろに見えますし、ね、ハワイでとっても元気です。そうで、あの時ね急に終わっちゃってすいません、はい、あれはねあのちょっといろいろ噂があって、はい、急に本当に終わったものですか、急に音楽フォーマットが変わって、はい、J-POP を流さなくなってしまったものですから、あれ DJ チカピンどこ行ったんだ、消されたんじゃないか、消された日本に帰ったんじゃないかっていろんな噂が立ったみたい で、ね、はい、会った人ごとにすごく聞かれたんです、その、ね、番組がどうしてなくなったのか、はいはい、あれは単純にステーションのオーナー会社が、はい、あ、J-POP はもう十分流したから違う音楽にしようってただ変えただけのことだったので、ね、それだけのことで、はい、で、あの他の部分でもしっかり、うん、あの活動してらっしゃいますので、そういうことです。その続きをちょっと聞きたかったんですけど、はい、そうですね、でというわけで、はい、それ終わってから、はい、妊娠が発覚しまして、はい、今は子育て中という形になります。なるほど、で、はい、子育てだけをしてらっしゃるわけじゃないんですね。そうですね、子育てしながら、うん、幸いあの DJ をさせていただいたところからの流れでたくさんのイベントの MC だったりとかのオファーと、はいはい、あとはもともとあの関わらせていただいているそのウェディング、分野ですよね、そちらからも人前式っていう、はいはい、あのこう宗教色のない形でのウェディングセレモニーの MC、はい、あとはウェディングレセプションの MC、はい、あとはナレーションだったりとか、そういったね、はい、あのご要望たくさんいただいて、それは日本語だけですか、それとも英語でもされるんですか、うん、またはバイリンガルなんですか。ナレーションは基本的には日本語ですが、はい、ただイベントに関してはバイリンガルも多いですね、うんうん、例えばこちらで国際結婚される方なんて言ったらね、ご主人側がまたはお子さん側が全然日本語わかんないっていうご家族もいるでしょうしね。そうなんです、そういうのもありますか。はい、なので、うん、あの日本女性がこちらに、うん、あの結婚して来るよっていう時で、ウェディングのレセプションで私は使っていただいて、はいたり、なるほど、はい、まあ、日本の男性もいますけどね、はい、こちらの方と結婚するね、まあ、まあそうですね、はい、なぜかでも日本の男性がローカルの英語オンリーの女性の方と結婚するパターンって少ないんですよね。そうなんですか、なんと日本の男性どうしましょうか。でもね、違うんです、でもオアフ在住の日本人男性というのがまた日本から来る女性にモテるんですよね。モテるんですか、はい、っていうのは私の個人的な統計ですので、何の、はい、すいません、あの正確なデータありません、ごめんなさい。まあ、でもあのウェディングをやったり、リベントをしてらっしゃるということで、はい、多分その経験からあの正しいインフォメーションなんじゃないかと思いますが、え、その続きをですね、はい、またちょっと少し休憩をいただいて、はい、その後お話を続けて聞きたいと思います。ありがとうございます。こんにちは、あのハワイ、ここでちょっと休憩をいただきます。あっという間に時間が過ぎます。こんにちは、ハワイ、 A Japanese Series in Think Tank Hawaii. We are taking a short break here. We'll be right back. Stay tunedHey, Stan the Energy Man here on ThinkTech Hawaii, and they won't let me do political commentary, so I'm stuck doing energy stuff, but I really like energy stuff, so I'm going to keep on doing it. So join me every Friday on Stan the Energy Man at lunchtime, at noon, on my lunch hour. We're going to talk about everything energy, especially if it begins with the word hydrogen. We're going to definitely be talking about it. We'll talk about how we can make Hawaii cleaner, how we can make the world a better place.Just basically save the planet. Even Miss America can't even talk about stuff like that anymore. We got it nailed down here. So we'll see you on Friday at noon with Stan the Energy Man. Aloha. I'm Jay Fidel of ThinkTech. Our flagship energy show, among the six energy shows we have,
is Hawaii, the state of clean energy. It plays every Wednesday at 4 p.m. Come around and see us. Learn about energy. Keep current on energy on thinktechhawaii.com. Aloha and welcome to At the Crossroads. I'm your host, Keisha King. You can catch me every Wednesday, live at 5. I'll see you there. Welcome back from break. I'm Yukari Kunisue, and this is Konnichiwa Hawaii, talking with Chikako Asai, DJ Chikapin-san. Live でお届けしております、ThinkTech Hawaii 日本語番組、Konnichiwa Hawaii。今日は、DJ の、Chikapin さんにお話を伺っています。それでは引き続きよろしくお願いします。はい、Chikapin って言いづらいですよね。いや、もう練習します。Chikapin さんです。はい、で、チカビンさんはですね、はい、まあ、国際結婚されたんですね、はいはい、そしてお子さんを生まれて、はいはい、で今はその今までずっとこう一人で仕事をしていたところを、はい、今度はそのイベントとかそういうウェディングとかいろんなこうハワイでもいろいろイベントがありますよね、はい、その、なんていうんですか、その MC っていうんですか、はい、それをしたり紹介司会をしたりしながら、はい、子育てをしていると、はいはい、でそれはどうですか、綱渡りですね、綱渡り一言で言ってはもう本当に語れないですけど、はい、多分あのこれを聞いてらっしゃるお母様、特に小さいお子様がいらっしゃるお母様たちっていうのはすごくあそうなのよねって聞いてらっしゃると思うんですけれど、はいはい、綱渡りの どこが綱渡りなんですか。まず、うん、子供を産む前のイメージとして、うん、ひょっとしたら今妊娠中の方だったり、はい、まだお子さんが0歳児で小さいお子さんをお持ちの方で、うんうんはい、まだ寝てるだけみたいな、ねはい、の方とかだったら、はい、あ、なんとなくこのまま子供を家で見ながら仕事ってできたりするんじゃないかなっていう、うんうんうん、こう幻想をね、幻想ですそう、はい、もう会社だったりお店だったりっていうところに働きに出るっていうことでなければ、はい、家で仕事されてる方もたくさんいらっしゃるじゃないですか、はい、今このご時世 ね、はい、そうインターネットで、ねはいはい、そういった方はできるんじゃないかなって思ってらっしゃる方、うん、本当幻想ですそれはそう 言わせていただきました指が刺さりましたけど、はい、そうどういった点かというのは、はい、じゃあこれだけちょっと、はい、お願いします、はい、1歳半ぐらいからなんですけれど、はい、パソコンを開けば子供がよじ登り、はい、キーボードを叩かれ、はい、書類はビリビリまたは落書きだらけ、はい、あれ静かになっててなんか集中できるなと思った時には絶対に悪いことか危ないことしてるんです。何かが起こっている、そう、はい、そう、だからやっぱりもう見ながらというのは基本的に無理だと心得ていただいて、しっかり預けるなり、はい、あるいはもういるならいるで集中して遊んであげて、うん、その辺のアレンジを上手にされた方がいいなと思います。片手間にはちょっと無理だということですね。無理ですね。チカピンさん今お子さんの男の子ですか。はい、そうです。何歳になられました。2歳9ヶ月になりました。可愛い盛りでしょうけれど、もうね、可愛くて、ねはい、ビリビリだそうですで何か後ろで悪いことをやってることも十分あると。そうそうそう、そうなんですよ。でご主人もお仕事は外でしてらっしゃるんですね。そうですね、はいはい、ですが、はい、幸いスケジュールが割とフレキシブルで、はい、これってハワイの良さだなと思うんですけれども、はい、割とこうローカルというかハワイの企業というのがこう、うん、なんか優しいのかな、はい、なんかパパさんとか割とね、はい、こう子供がこうだからだからって言ってお休み取れたり、うん、半休取ったりっていうのを気軽にしてくれる方は周りでも多いみたいで、はい、うちの主人も今日半休を取ってね、はい、今日来てね Thank you Thank you for watching ということですが、はい、でやっぱりそのよくハワイではお父さんがちっちゃなお子さんをこう肩車したり、はい、こう抱っこしたりして公園にもいますよね、うんうん、それが意外と自然な形であるという面もあるかもしれませんね。そうですね、はい、積極的に関わってくれてますね、うんうん、はい、でまあそのお子さんが今大変な時期だと思いますけれど、はい、可愛くて大変な時期だと思いますけれど、うんうん、どっちもね、うん、今後ですね、まあ、そのうち学校行きますよね、はい、そのうちママ車のキーちょうだいみたいな感じになるんですか。なるんだ、使うのみたいな感じになればいいんですけど。そうですね、でもその将来的な希望として今やってらっしゃるお仕事、うん、それからまあ架け橋のお仕事を、はい、まあ、しゃべりそれからプロダクション、はい、どういうことを将来的には考えてらっしゃる。
そうなんですよね、はい、今本当にまさに考えているところで、うん、今ちょうどいいバランスで、うん、大変ではあるけれども、うん、子供を見ながら仕事をするのに、うん、非常に都合のいいフリーランス的なスタイルでやらせていただいているんですよね、はいはい、でも今後じゃあフルタイムの時間が私にとってこう使えるようになった時っていうのは、うんうんうん、またちょっとこう考えていきたいなっていうふうに思っているところもあるんですけれども、うん、できれば、はい、今でもねまたラジオやらないのっていうふうに言ってくれたりする方もいらっしゃるので、うん、そういった方に、うん、ハワイの情報を日本に届けるような何かっていうのはやっていきたいなというふうにも思っていますし、はいはい、あとはですね、うん、そのラジオ時代に、うんちょっとしたコラボレーションで、はい、マッサージライセンス、マッサージセラピストのライセンスを取ったんです、はい、あ、じゃあマッサージもお出来になる。そうなんですよ。そうなんです、はいはい、でその時に、はい、まあ企画として取ったんですね。もうこれ見てください。これラフラーあれ、あ、名前も忘れちゃった。なんとか、はいはいはい、そうそうそう、すごく癒すという作業にも自分が癒されるというところもあったので、うん、それも何かしらの形でちょっと使えるようにしたいなというふうに思ってたりもしますけど、ね、なるほど。ちょっと分野が違いますけどね、それ全くね、とはね、はい、うん、でもせっかくこう手に入れたテクニックなので、はい、使ってみたいなとは思ってますけどね。なるほど、はい、で今ですね、例えばその聞いてらっしゃる方で、はい、まあ、先ほどもおっしゃってましたけど小さいお子さんがいらっしゃるとか、はい、チカピンさんはご主人様がまあちょっとフレクシブルでいますけれど、ずっと出たっきりも帰ってこないというご主人もいますよね。お母さんのいわゆるワンオペ育児ですね日本でいうところの ね、 ううね、もう本当にそれやってらっしゃる。何かこう、こうなんていうんですか、アドバイスみたいなのありますか。3歳児を育ててきたママ、そしてまあプロとして、それから職業人としてやってきた方として、うん、はい、そしてまだハワイに住んで国際結婚してらっしゃるという、うん、まあ、いろんなこう要因があると思うんですね、はい、皆さん聞いている中、見てくださってる中にも、うん、あ、共通点があるわって思ってくださる方もいると思うんですが、うん、そんな方に何かこうメッセージみたいなのはありますかね。はい、一番月並みなことなんですけれど、はい、ママ友をやっぱり作っていただけた方がいいかなと思います。ママ友、うん、はい、そう、情報が、うん、特にハワイのプリスクール情報だったり、うん、あるいはまあイベント情報でも何でもそうなんですけれども、はい、ネットだけに上がっている情報というのがすごく少なくて、なるほど、口コミで、はい、あそこがどうの、ここがどうのっていうのが、うん、すごく多いんですね。私も実際にネットでたくさん調べても、ね、はい、あれ全然情報が行き当たらないだけど、うん、いざ友達に聞いたら、うん、あそこはねって言って情報を教えてくれる。ママ友にですね。そうなんです、はい、情報ネットワークすごく大事なので、うん、近くの公園に通ってできるだけ友達をたくさん作って、うん、はいはい、公園通いだそうです。そう、通ってください、はい、ぜひ。なんかいい公園あるんですか、行った方がいい。ね、私はちなみに、はい、ワイキキからほど近いパキパークというところにいつもお世話になっていまして、はい、そのパキパークは、はい、パキパークコミュニティセンターで、まあ、コミュニティパークなのかな、はい、でコミュニティセンターもあって、はい、毎週火曜日と木曜日の朝10時から12時まで、うん、無料の、うん、お母さんと一緒に子どもたちを遊ばせながらクラフト作りだったりとかっていうクラスがあるんですね。そこも情報交換の場になっているので、うん、ぜひ、はい、でそういうとこはやっぱり英語で話さなくちゃいけないわけですよね、はい、あ、日本人のママも多いです。そうですか、うん、じゃあお互いこう助け合って、ちょっと分かんない方も初め来たばっかりの方とかは、うん、そうですね、助けてもらってママ友からの情報をもらえる、そんな感じでしょうか。そうです、そうです、はい、まさにそう。ではここでちょっと話をガラッと変えますけれど、はい、この経歴を見せていただいていたら、はい、ホノルルフェスティバルとかですね、はい、それからこれなんて言うんですか、駅伝とかですね。駅伝ですね、はい、駅伝ですね、はい、ハワイでもそういうのがあるんですが、そこでもいろいろやられた、はい、やられているんですね、はいはい、実際にホノルルフェスティバルは、はい、3月の上旬かなにやりますけれども、うん、もうすぐですね、そうなんです、はい、また会場、おそらくはビーチウォークステージじゃないかなと思うんですけれど、またそこで MC をさせていただく予定です、はいはい、駅伝の方は、駅伝の方も5月なんですね、はい、でこちらも、はい、カピオラニーパークの方でスタートする前 の、うん、セレモニーと、はい、そしてアワードセレモニーまで、はい、あとは、フィニッシュラインのところで、うん、ランナーの皆さんが帰ってくるのを、うん、おかえりなさい、はい、はい、日本語で聞けると日本の方は嬉しいでしょうしね。そうですよね、はい、うん、なるほど。じゃあもしかするとそこに参加してくださる方は、うんうん、どこに行くとちょっとかちらっとチカピンさんが見れるんですか。そうですね、もうカピオラニーパークに行けば、はい、私の声は聞きたくなくても多分聞こえてしまうと思うので、聞きたくないということはあると思いますけど、はい、まあ、でもね、フィニッシュラインのすぐそばのところにこういう、ね、フィニッシュラインあるので、うん、はい、来ていただければ、はい、
ということだそうです。こんなに明るいチカピンさんなんですが、ちょっと私がひねった質問をさせていただきます。なんですか、ドキドキ。もうただいすらですね。私本来はゆかり先生のポジションでお話を聞く、ね、ポジションの方がね、はい、どっちかっていうと気楽なんですよ。ね、喋、ね、ってもらってね。ね、はい、これねもうずっとドキドキです。すいません、まあ、大丈夫です。ですね、私の質問は、はいはいはい、そんないいことばっかりはなかったでしょうっていうちょっと質問をしたいんですけどね、はいはい、だってやっぱり外国に来たわけじゃないですか、うん、お姉さんもいた、ご主人もいた、いろいろこう性格的に明るい方であると思いますから、きっとお友達もいっぱいいると思うんですけれど、辛いこととかっていうのはありましたか？いやもうありまくりですよ。ありまくり、ありまくりですよ。ありまくりだそうです。ちょっとここで1個ぐらいちょっとシェアしていただいていいですか？え、1個ぐらいですか、うん、そうだな、もう帰ろうとかそういうふうに思ったことあります？帰ろうまではないかもしれませんけれどもね、うん、ただそうだな、今のこの子育て中というのも、うん、こうしてねなんかヘラヘラしてますけど、本当家ではヨレヨレなわけですよヘラヘラしてませんよね明るい感じですよね。そう、はい、だけど、うん、それでも頑張れるのは、うん、やっぱりラジオ時代の、うん、その、まあ、Jモーニングという生放送番組だけでなく、はい、そのコーラル 971FM 全体を、うん、私の責任で回しているっていう気持ちがすごく強くて、全米唯一の J-POP 専門 FM って言われてたんです。 なので、はい、勝手に日の丸を背負い、はい、まあ、オーナーからしてみれば、なんか見えてきました、後ろにこういう旗が、ね、こう赤い丸が見えてきました、はい、そうオーナーからすれば、ただね、ハワイの人たちに J-POP 聞いてもらえばいいじゃんって、ただそれだけの気軽な気持ちでスタートした、はい、おそらくはステーションだったのに、なんだかこうすごく肩肘を張ってね、なんかこうちゃんとみんなに、伝えていかなくてはいけない、だけど、やることなすことなかなか理解もされなかったりだとかっていうこともたくさんあって、はいはい、でそういう落ち込んだ時にですね、うんうん、何が自分をまた盛り上げました？悔しさが、逆にいい仕事につながってくるんですよね。なんかそこを打ったなっていうところに光が見えてくることがあるんですよね。だそうですね、皆さん。はい、そうなんです。そこを打った時に光が見えると、うん、で悔しさ、やっぱちょっと負けず嫌いなんですね。そうなのかな、ということでですね、うん、今日はエネルギーをいっぱいいただいて、あっという間に時間が過ぎてしまったんですがすいません、何か言えちゃんといいこと言えたかな、すいません。言えました、言えました、はい、ありがとうございました。はい、はい、そろそろお時間が来てしまった、そろそろっていうかあっという間に来てしまったんですが、チカピンさん今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。 Okay, we are out of time. Chicago Asai, Chikapin, thank you so much for coming. Stay tuned for more shows in Japanese. Thank you all for watching Think Tech Hawaii. I'm Yukari Kunise. This is Konnichiwa Hawaii. See you next time. Next time.